しかし but not only do カタルーニャから始まるんですけど、はい、しかしカタルーニャ人は自分の光に従って生きるのでなく仲間にも同じことを期待する。個人的な依存、例えばアルコール、彼らにとって嫌悪感を抱かせるが他人依存も同様である。理性的な人間は理性的な人間に幸福や完全性を求める相手にはほとんど共感を示さない。 NT の人にとって人を必要とする人はファニーガールの歌にあるように世界で最も幸運な人、魂の奥底であなたは半分だったけれど今は全部だと言っているではないと。そのような人は自己充足感に乏しく理性的な人々に愛され続けるには自己決定し自己を確立した完全な存在になる必要があると NT は言う。公平を期すために理性的な人はたまたま助けを必要としている配偶者や子供、あるいは古い友人に対しては忠誠心と支援に満ちているが、それは困っている人に依存や駆け引きの兆候がない場合に限られる。身近な人たち、特に配偶者が NT を松葉杖にしようとしたり大げさな文句で同情を引こうとしたりすると NT はすぐにそっぽを向き半ば会おうとさえしなくなる。理性的な人は言う。私たちは皆自分の力で生きているのであり自分を幸せにできるのは自分自身だけなのだと、はい、なるほど、まあ確かにこの駆け引きは腹立ちますよね。駆け引き、はい、なんかやってほしいことは言えと、はい、っていう気持ちは、はい、わからいでもないです。はい、はい、ただちょっとやっぱ厳しさはありますよね。やらせようとするのも嫌だと思うんですよね。あ、この人が人にやらせるのも嫌だって言った今、そういう意味、そういう意味もまあ両方言えって言うけど言われても嫌だって話じゃないですかね。 NT やれって言われるのは嫌だ。ああ、そっか、私をコントロールするなら。そうですよね、はい、本当に困ってるなら、はい、本当に困ってるとだけ言えと。困ってるって言えってことですね、はい、駆け引きはするなと、はい、難しいですね、はいはい、なるほど。でもまあ平等ですよね彼らは、はい、人にも言わない、人にも言わない、私は自立している、まあ、あなたも自立せよと、はい、っていうことですよね。自立せよですよ。で幸せになりたい、いや、はい、幸せにできるのは自分自身だけだよと、はい、私は勧誘できません、コントロールできるのは自分だけだと、はいはい、困ってることがあったら言ってください、はい、あの正しいんですよ言ってることは、はい、申し訳ございません、はい、で理性的な人が愛する人に自分自身の激しい自立の感覚を植え付けようとするのは NT のピグマリオンプロジェクトの一般的な基礎であり、他のピグマリオンプロジェクトと同様に NT がより良い人間であると信じているように配慮がそうなるのを助けるという善意的な意味を持っている。残念なことにこのような愛する人との関わり方のシフトは多くの自立心の低い伴侶を冷淡で思いやりのない人間として打ちのめす。しかしほとんどの場合理性的な人は他の気質の人のように仲間の行動を自分のものにはしない傾向があり、そのためたとえ相手のためであっても相手に干渉する権威があると感じない。あ、なるほど。自分もさせない代わりに、はい、自分も干渉しないっていう、まあ、その干渉する権利はないと思ってる、自分にはないと思ってるんです、まあ、他人にはないじゃないですか、自分も含めて。でこれ結構自分勝手な人は、はい、親だからとか、はい、そういうので平気で超えてくるわけじゃないですか、はい、だからその権利は自分にはない、代わりにお前もお前も俺になんか言う権利はねえぞって思ってるんじゃないですか。それはもう子供とかでも、子供とかでもじゃないですか。いや、親と子っていう、はい、この圧倒的な、なんて言うんでしょう、ある時期までは、はい、お金を出すという、はい、あのイニシアチブを握る親と し,、はい、してても、はい、結構そういうのは、あれなんですかね、超えない。まあ、それは、僕も分かりますけど、気持ちは。あ、なるほど、はい。金だけは出すと。金だけは出すというか、はい、
まあ、金だけは出す、まあ、金も自分で何とかしろぐらいの感じですけどね、出しますけど。いや、気持ちはね、はい、なるほどね。家族の誤り、少なくとも論理的ではない誤りは NT の誤りではないので客観的に見ることができると。それゆえ理性的な人にとっては子育ては喜びであり、子供の成長を傍観者のように見守るのであると。また喧嘩好きな伴侶がいる場合、理性的な人は通常対人関係の争いに巻き込まれることなく、静かに身を引いて伴侶の好奇心旺盛で過度な行動を観察し、怒りが燃え尽きるのを待ちます。残念なことに、このような良心的な離れ方はしばしば火に油を注ぐだけであり、その合理主義者の忍耐力と自制心は評価されるどころか再び仲間からひょうひょうとして思いやりがない態度だ。はい、いやこっちは喧嘩しないように避けてるだけですよと、はい、何も言ってませんよね、うん、むしろ好ましくあなたを見てますよ。で、何も言わないのが冷たいみたいな評価ですよね。こっちは喧嘩もコミュニケーションやぐらい思ってふっかけてるのに、はい、なんやその態度はと、はい、っていうことなんでしょうね。感情がないとか言われるんですで非難されると、はい、なんていう紹介がされております。他人を変えるのは無理は無理に近い気がすると、はい、なるほど。権利がないって話ですよね。多分 NF さんは他人を変えられると思ってる節がありますよね。はい、はいはいはい、ありますね。もっと理想的になるべきだみたいな、はい、良き人間とはみたいな、はい、ただおかしいことに NT と会うのは NF だなんて言われてますけどね。はいはい、NT は一人で生きていけるような責任感だけある、他の不純な理由付けはないと。はい、だからお金も、はい、お金出してほしいんだったら、はい、プレゼンせよです。なんでお金が必要なのか、なんでその大学に行きたいのかみたいなっていう感覚は、なんか偏差値的に受かりそうだからさとか、そういうのは無理そうですね。そういうのは無理そう、なんでそこに行きたいのか、行けそうだからぐらいの感じで決めてんじゃないのかみたいなドキッとしましたね今、はい、なるほど、子供に対してもそうなんですねという紹介でした。はい、はい、ちょっと今日用意したのは以上でございます。はい、はい、NT か SP かは分かりませんけど NT っぽく見えるなとは思ってます。はいはい。